BM はうちから塗装代取ってんのか。ドイツ人はがめついな。半年も前からそうっすよ。俺は聞いてねえぞ。例の盗難車なんだけど、ワッチャンガベニーの解体屋に二人組がそれっぽいサターンを売りつけに来たってさ。トニー・ソプラノ絡みの車だから解体すんなって言っといただろうな。ああ、トニーの息子の先行のだろ。売りに来た二人組の一人は制服着てたってさ。なんとかファックってコーヒーのチェーン店だ。多分そこの店員だよ。ワッチャングアベニューのどこだ。なんだ、ロックフォードか。ネカフェのカプチーノ、ノンファットマグニフィコ、ダブルエスプレッソレギュラーレ、ご注文どうぞ。ああ、それじゃあエスプレッソをもらおうかな。ホーリー、おめえは普通のコーヒーはあるかい。カフェドジューはニュージーランドピーベリーです。何のこっちゃ。それでいい。4ドル20セントになります。ワンドジュー、ワンエスプレッソレギュラーレ。それはいい。ドジュー、エスプレッソレギュラーレ。ちょっといいかい。この前うちのかみさんがワッチャングアベニューの修理工場で居合わせた客の落とし物拾ったんだが、お金なんだよ。それで持ち主に落とし物を返したいんだが、どうもお宅のその制服を着てたそうなんだよ。髪は黒で長身でピアスをしてる。すみません、うちは店舗が多いので。そうだよね。ワンカプチーノ、ご注文はお決まりですか。バカだよイタリア人は。見てみろよこのザマ。何が。いいか、エスプレッソもカプチーノもイタリアの文化だ。それがフレンチカフェで売られてるんだぞ。ああ、しかも大繁盛だ。金じゃねえ、プライドの問題だ。イタリアにはピザ、カルツォーネ、モッツァレラチーズ、オリーブオイルもある。フランスに何がある。フランス料理なんてイタリア料理をパクっただけだろう。見ろよ、最悪だ。フレンチカフェでエスプレッソだと。カッカすんな。